からは購入方法など説明に入ります。いらないよという方はスキップお願いいたします。鬼滅の刃コラボ期間2021年9月17日からネスコのポップコーンバケツ販売日2021年9月16日からです。販売価格は3700円で、支払いはクレジットカード、現金どちらでも購入できます。ポップコーンはその日の販売分がなくなると終了です。 USJ が開園したらすぐにポップコーンカートに向かうのがおすすめになります。場所についてですが、こちらのマップに記載してある青の星マークがついている場所になりますので、迷わずそちらに行かれてください。こちらの場所はハリウッドエリアにあるスターズレストランの前です。入場していただいたらまっすぐ正面の大きな通りを歩き、シネマ 4D を過ぎてすぐに見える交差点の右手角にあります。こちらの末列には屋根がないため、天候などに気をつけて並んでください。ちなみにこちらの列に並んでる時にトイレに行きたくなった場合は、レストランのメルズドライブインの横のトイレが近いです。もし喉が渇いた際は、自動販売機がプレイングウィズお猿のジョージの入り口の正面にありますので、そちらをご利用してみてください。こちらのポップコーンバケツは連日大人気のため、待ち列が長くなるとその待ち列はストップとなります。販売から2021年の10月下旬現在まで9時頃までには終了していることが多いです。公式の方でパーク9時オープンとの告知でも、エントランス前にゲストが多い場合、予定を早めて8時台にオープンすることがあるので、そちらも気をつけてください。平日でも6時台の入場ゲート前に待ち列ができています。 USJ の公式駐車場のオープン時間はパークオープンの1時間半前なので、おそらく車を利用する際は24時間の民間の駐車場を利用される方が多いと思います。ここからはエントランスゲートからネズコのポップコーンカートのところまでどれぐらい時間がかかるか測っていきたいと思いますので、よかったら見てください。お菓子の甘い梅好きな人とかいる？美味しい。美味しい。
陽が昇るまでがマジで冬。そうだね、右側なんて言えばいいんだろうね。まあ、それ詳しく言うと右側と左側だったら右側の方が太陽に当たるのが早いから右側の方が暖かいし、右側の方がまっすぐだから並べるなら右側に並んだ方がいいかもしれない。悪天候とはきついかもしれない。朝だけ防寒に来て昼になったらそれカバンに入れるとかした方がいい。なんか結構座れるものとか用意してる人も多かった。そう、それも大事かもしれない。そうシートとか、なんか